どうも、木原です。今日はですね、僕がですね、ガーデンエキスポに行った時にですね、いろんな企業さんのところブースを回らせてもらったんですけど、またその動画もね、もし興味ある方は見てもらったらいいなと思うんですけれども、その時にですね、手袋の、メーカーのところのブースを回らせてもらったのもあるんですけれども、その時に、そこのですね、株式会社アクセスさんの代表の上田さんっていう方とお話しさせてもらった時に、僕は YouTube をやってる話をして、撮影の許可とかをもらった時に、ぜひね、商品ね、もし、よかったら送りますんで、使ってみてくださいっていうことで、言われました。で、忖度なしにですね、よしあしとかをね、話してもらえたらなっていうふうに思うんですけど、っていうことで、商品の方をですね、なんとね、送っていただくことができたので、今回はそれの紹介っていうのをしようかなっていうふうに思います。それではね、早速ね、商品の方をね、こちらの方に出していこうと思いますので、本当にありがとうございます。はい。この商品ですね。この商品を送ってもらいました。本当にありがとうございます。でですね、ここに今ね、並んでる商品なんですけれども、これはですね、この、株式会社アクセスさんが扱ってるハンボっていうブランドなんですけれども、そこのハンボっていうブランドのハイパーガードっていうラインナップですね。この商品を送っていただくことができました。本当にありがとうございます。で、この手袋、普通の手袋と何が違うんだいっていうところなんですけれども、僕が普段使用してる手袋なんですけれども、ニトリルというね、グリップがついてる、背中の部分がですね、ゴムがついていないね、言ったらですね、庭師の人がね、基本使ってるような手袋ですね。ゴム手袋なんですけれども、それを使ってるんですけれども、これはですね、何が違うんかって言ったら、見た感じね、これわかります?これ、ちょっと他の持ってこようか。で、他の商品なんですけれども、他の商品もこれ。と、これ。わかります?なんか、何が違うねんって感じですよね。ここにゴムのグリップがついてて、背中が開いてて、みたいな。こっちもゴムがついてて、背中が開いててっていうことで、ほとんど変わらないと思うんですけれども、この商品の何がすごいかっていうと、対、鉄装手袋なんですよね。対、鉄装手袋。これ一体何ぞやって話なんですけれども、要は、刃物を通さないんですよ。要は、これだったら、カッターナイフでここピッて切ったら切れちゃうんですけれども、これとかやったらカッターナイフでちょっとピッて同じような力で切っても、これ切れないんですよね。これ切れないんですよ。これマジで不思議と。普通のはこう切れます。はい。ああ、ほんまや。やっぱでも切れますよね。それ普通ですもんね。事故のリスクが少しでもね、軽減されるかなと思う。え?マジっすか?そういう会場を見る。え?あ、そんななんすか?指先。うわ。いや、これやばいっすね。で、僕はこの手袋っていうのをガーデンエキスポで見たときに結構興味があって、なぜかというと、やっぱり僕らの仕事っていうのは刃物を扱いますし、刃物による怪我のリスクっていうのもあるんですよね。特に、機械物で言ったらバリカンだったりとか、あとはノコギリだったりとか、そういうので、手のここを切ってしまったりっていうのはね、全然あり得るんで、これをすることによって、怪我がちょっとでも未然に防げたらなっていう思いから、これにはすごく興味があったんですね。で、ただ、興味はあったけど、なんでそれやったら普通の手袋買ってるんやって言ったら、やっぱりね、こうね、コスパが全然違うんですよ。正直、対切創手袋ですね。っていうのに関して言ったら、正直、通常の手袋より値段は高いんですよ。なんですけれども、言ったら、切れにくい。切れにくいっていうことは、ここの、布地の部分が頑丈っていうことですよね。なんで、多分、通常の、この、僕ら、庭師が使ってるこの手袋よりも、耐久性もあるんじゃないかなっていうところを、僕は思ってます。で、なので、この商品っていうのを、一旦、使っていってみたいなっていうふうに思いました。で、実際に、耐久テスト、こっちの方のね、耐久テストとかもしたんですけども、やっぱりね、よく持ってね、1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月かな、1
ヶ月ぐらい持ったかなって。これで言ったら、8月の9日なんですけど、なんかいろんなの使った、いろんなやつをね、使い回したりとかしてるんで、これを、毎日毎日使って、どれぐらい持ったかっていう統計はとはしてないんですけれども、まあ、大体、5組ぐらい出し、5層ぐらい出して、だいたい1ヶ月ぐらい持ったんで、まあ、これやったらもっと耐久性あるんじゃないかなっていうふうに思います。で、実際にこれは使ってみて、この、切れないことによる、この生地のその使用感だったりとか、あとはこのグリップ感だったりとかっていうのは、これはね、多分ね、使っていかないとわからないと思うんで、実際にね、これをね、使っていきたいなっていうふうに思います。で、今回は、ほんまに、紹介だけみたいな感じになってしまうんですけれども、実際の、これを使った時の使用感だったりとかの動画も作っていこうかなとは思います。せっかくね、サンプルをいただいたので、使っていこうかなっていうふうに思います。で、これ、やっぱりね、こう、一緒に働いてる仲間だったりとか、自分が、こう、手伝ってもらうために来てる人とかに、これを支給してね、実際に危ないって言ったらおかしいけれども、まあ、怪我のリスクがあるものを使ってもらう時とかには、これをしてもらって、例えば、バリカンで手当たった時にこれをつけてたことによって、縫う怪我まで至らなかったとかになるんであれば、僕はこれ、つけててもいいかなっていうふうに思います。まあ、それがどれぐらいの効果あるかっていうのは、実際に、このサンプルを使ってですね、バリカンを当ててみたりとかしないとわからないと思うんですけれども、まあ、実際に、その、バリカンを当てて、どれぐらいの耐久力があるのかとかに関しては、もったいないんで、まずね、実際に現場で使ってみて、使用感ですね。使用感と、あと耐久性というか、どれぐらい、で、ボロボロになってしまって、廃棄しないといけないのかっていうののテストをしてみたいなっていうふうに思うので、まあ、それはね、またね、楽しみにしてもらえたらなっていうふうに思います。で、実際に、今日ね、これ、手にどれぐらい、馴染むのかっていうのをね、ちょっとつけてみようかなっていうふうに思うので、ちょっとね、実際につけていってみようと思います。まあ、まず最初のこの、これかな、薄手の商品ね。これ夏場とかがやったらいいかな。まあ、僕らの使用用途で言ったら、多分この薄手の方が使いやすいんかなっていうふうには思いますね。あ、すごい。しっかりしてますね。これでもサイズが、あ、でも L か。L でこれやったら僕は ML とか、でもぴったりぐらいがちょうどいいので、あんまり、うん。結構ね、つけた感じは、うん、まあ普通の手袋と変わらへんかな。まあなんか、むしろなんかちょっと、つけ心地的に言ったらいいかもしれないですね。うん。別になんか作業性が、なんかおかしくなりそうな感覚はないですね。これは悪くないです。中がツルツルしてますね。やっぱりこう、刃物が通らないような繊維になってるっていうことなのかな。うん。じゃあ今度こっちの。これね。この商品の。ね、ちょっと、つけてみた感じで。これはちょっとやっぱね、厚手になってますね。うん。こんな感じ。あ、え？あれ？あ、そういうことか。え？なんかつけたとき、なんか、表裏逆なんかなと思ったら、これ中にもなんかこう、ゴムグリップがついてるから滑りにくいね。あ、これいいかもしれないですね。さっきのはちょっとツルツルしてましたね。でもこっちは中にもなんかゴムグリップがついてるから、あ、グリップ、中の、あ、これは良さそうやね。これも良さそうやね。中のグリップがあるから、手袋が滑らないから、こう、木を掴むときとか結構いいかもしれないですね。うん。これもいいな。うん。うん、よいしょ。なんかいいな、いいな、みたいな感じで言ってたら、ちょっと回しもんみたいな。でもまあまあ、いいもんはいいからね、しょうがないね。うん。よいしょ。まあ、価格帯で言ったら、何本ぐらいやったかな？まあ、1000円いかんぐらいかな？ 1000 円いかんぐらいかな？安いところやったら、もうちょっと、安くで売ってたりとかもしたかな？うん。まあ、またね、商品のね、概要欄の方載せとこうと思いますけど、あ、これはなんか頑丈って感じやね。これは何やろ、アルティマプラス、摩耗に強く柔らかい、耐久性に優れたニトリ、あ、これグリップ力が強いね、ニトリルやから。これニトリル、
筋トレリレーね。ニトリレやからやっぱりこれグリップ力が強いですね。僕が普段使ってるあの手袋はニトリルなんで、これとかやったら多分使用感で言ったら変わらへんかもしれへんね。うん。なんかこのニトリルでこの中のこのグリップ性があるやつとかって最強やな。うん。うん。あんまりなんかその、これは厚みが 3レベル3か。レベル3やけど、あんまり変わらないですね。うん。これはやっぱ薄かったけど。次これかな。これレベル5。これが一番攻撃力者は防御力強いやつですね。うん。これ防御力最強。これどれぐらい違うの？ああ、全然違うね。やっぱレベル5、おレベル5って感じだね。これが一番強い、ね。うん。こんな感じの。ああ、なるほど。あ、これ、あ、これやね。これが一番いいかもしれないですね。はめ心地？はめ心地っておかしいけど。この装着したフィット感だったりとかって言ったら、このレベル5が一番いいですね。うん。このレベル5が。このグリップがニトリルやったら最強やねんけどな。ああ、なるほどね。コース力。ポリエチレンとガラス繊維用で、うん。ポリウレタンコーティング。ポリウレタンコーティングね。うん、ポリウレタンコまあ、これでもまあ、グリップ力はあるやろうけど、こっちのニトリルの方がなんか、普段使ってるやつで言ったらしっくりくるかな。これはね、多分ね、こっちみたいに中にもなんかグリップするやつがあるから、こうな滑りにくいですね。うん。で、この手袋の厚みっていうのも、正直、そんなに感じひんかな。手袋の厚み自体もこっちつけてみようか。ああ、なるほどね。まあ、これ一回何回も洗ってるからな。まあ、もうこれツルツルやもんね。もうこれもツルツル。もうグリップ力はもうほとんどないかなっていう感じやね。あれ、俺手袋どこ置いたっけよ。それの手袋結構置いてたのな。まあいいや。うん。まあ、つけ心地で言ったら、これいいっすね。ただ、ここのグリップのところが、ニトリルやったらまたさらになおのことよしっていう感じかな。うん。やっぱりちょっとなんか、グリップ感が、あれですね、その、ちょっと頼りない感じはするかな、僕らの仕事で言ったら。うん。だから、ただね、これ、そうやねんな、この、対接層レベルが5っていうのがやっぱ引かれますよね。やっぱ防御力高いやつ。まあ、これを買う意味で言ったら、防御力が高いやつ買わないと意味ないかなとか思うんで。でもこの3がでもやっぱ付け心地的なんか使用感で言ったらなんか良さそうな感じがした。グリップが。このニトリルのゴム自体もどれぐらいもでツルツルなるんかなっていう感じで、ね、こっちみたいに。それによってはニトリルじゃない方がいいのかもしれないし。やっぱこれ使ってみるの分からへんよね。うん。ただ、ここのね、この対接層手袋やから、ここが硬いから、この辺とかの、この、背開きのここのところが破れてきたりとか、かなり少ないんちゃうかなっていうふうに僕は踏んでるんですね。だから耐久性は強い。あとは、耐久性は強いけど、ゴムのグリップ力がどれぐらい持つのかっていうのが結構ミソかなっていうふうに思うので、まあ、そこも楽しみにしたいなっていうところで、ちょっとね、ちょっと長期かな ?1 ヶ月ぐらい使ってみてかな ?1 ヶ月ぐらい使ってみて、また動画の方の出し直しようかなっていうふうにも思います。今、その付け心地で言ったら、普通の、こういうね、まあ、10層1000円ぐらいで売ってる手袋と付け心地で言ったらそんなに変わらないかなっていうふうな感じですね。まあ、中がツルツル滑りにくい。手袋と手の間が滑りにくいので言ったらこれかな。これとこれが滑りにくかったかな。ここは、まあちょっと多少こう、どう言ったらいいかな。遊びがあるかなっていう感じね。つけた感じ。で、これは結構ぴったりフィットって感じ。で、薄手やなっていう感じだね、まあ。グリップで言ったら、どうやろう。グリップで言ったら、グリップ力1番、2番。3番って感じかな。僕の感覚で言ったら。まあちょっとね、一個ずつね、しっかり使っていってみて、またね、感想ね、しようかなっていうふうに思います。はい。
今ちょっとねつけてみて、あの実際にグリップ力だったりとかつけ心地だったりとかっていうのをちょっと試してみたんですけれども、まあこれはね、あのつけ心地と実際の作業性っていうのはまたちょっと違うと思うんで、作業性に関してはねまたねレビューしていきたいと思います。でですね、この商品の概要なんですけれども、説明欄の方にですねリンクの方は貼っておこうと思います。でモノタロウさんとかでも買えますし、あとアマゾンとかあの楽天とかヤフーショッピングはねちょっと見てないですけれども、多分扱ってるところもあるんじゃないですかね。あのそういうのを全般扱ってるとことかだったら置いてあったりとかもすると思うんで、僕が調べたんで言ったらモノタロウさんと楽天さんとアマゾンさんですね、この3社の方ではこの商品扱ってるラインナップあったんで、あの一度ねもしご興味ある方はまあ、リンク飛んでみて実際購入してみてもいいんちゃうかなっていうふうに思います。まあそのどういったんですかね、ズバ抜けて高いもんではないですけれども、やっぱりこう例えばそうですね、一般の方とかだったらまあ一個買っといたら多分長く使えると思うんですよ。で僕ら庭師で言ったら、まあ、手袋はもうなんか10層セットで1000円やぐらいの感覚なんですけど、まあやっぱりノコギリで怪我したりとかね、そんなんとかも正直皆さん経験あるあるやと思うんですけれども、まあ、これをつけることによってですねそのリスクが減ったりとか、まあはたまた手袋なく しにくい方とかやったら、まあ、耐久性もあると思うんで、まあ、いっぺんね試してみるのは僕はねいいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりこういいものだったりとか自分がそのどういったですかね、体感して経験してないことっていうのを、まあ、一度ね体感してみるっていうのは僕はすごくいいことだと思うんで、特にそのどういったですか、まあトリマーとかブロワーとか、まあはたまた脚立だったりとかみたいに、そのどういったですか、耐久消費財で高いものを買うっていうものではないので、まあ、一度、まあ、消耗品なんです、消耗品で通常のものより高いものなかもしれないんですけれども、まあ、これで怪我のリスクが減らせれるっていうメリットを鑑みてですね、まあ、一度試してみるっていうのも僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあね、この動画がね参考になれば嬉しいと思いますし、まあ、この耐切創手袋っていうのがですね、まあ、怪我のリスクを減らすためにですね、普及するっていうのも僕は、まあ、ありなんじゃないかなっていうふうに思いますので、今後もね、レビューにちょっと追っていきたいなっていうふうに思いますので、最後ね、改めてですけれども、株式会社アクセスさんですね、商品のサンプル提供ありがとうございました。ちゃんとしっかりね、レビューしていきたいと思いますので、もう忖度なしですよ。もちろんね、しっかりね、していきたいなっていうふうに思いますので、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。